2020年12月2日水曜日のお昼ご飯です。今日は利用者さんにも手伝ってもらってお祈りさんを作っていただきました。なんだか外野が騒がしいですが、皆さんもうお預けを食らっていたので食べたくてしょうがないようです。お稲荷さん、はい、これは何でしょうか。カツオナのおひたし、違う、ごま油炒め、ごま油炒めだそうです。カツオナは合ってますか。微妙ですか。わかりました。そしてこちらが天ぷらだけのはずだったんですけど、チキンカツがちょっと半端に余っていたのでチキンカツも乗せさせていただきました。砂物とけんちん汁、とにかく外野がうるさいのでいただきます。いただきます。